Thank you.
やばい、完全にマイクオフになってた。ミュートのまんまずっと話してた。ありです。詳細をお話ししますね。ちょっと待ってください。ビーターモーメントプリーズ。もう今日は何言われても覚悟の上で配信をやってみます。もしね、お叱りの、なんだろう、ご指摘とかがあったらね、お構いなしに書いてくれるといいかなと思います。ああ、ちょっと詳細をお話ししますね。ディティール。配信と17時からやる配信の内容は同じにしたいと思うんで、ちょっと今日は落ち込みたいと思います。ですね、ちょっと待っててね。3月の1日まで、そうですね、今13時からは日本語で、17時からは英語でいこうかな。 I think 30 o'clock streaming is Japanese 17 o'clock EnglishI speak English. Detail of exams? でやってるかな? Detail of reason? どんな試験ですか? Thank you for coming. どんな試験ですか? 国家試験です。情報の、よいしょ。情報の国家試験でした。よっ、It's a national exam for information system. National exam. Yes. Thank you for coming. 来てくれてありがとう。今ちょっと詳細を説明しています。13時からは日本語で、17時からは英語で説明しようと思います。説明、ディスクリプションか。30 o'clock is Japanese. 17 o'clock streaming is English.ちょっとまずは日本語で説明したいと思います。応援してくれた方もいるんでね、ちょっと説明したいと思います。字が汚い、相変わらず。3月1日まではあれですね、自分のいつもの癖なんですけどね、もともと3月の20日に国家試験を受けようと思っていたんですね。で、試験、もう許してください。ちょっと今手の震えがまだ止まってないんで、こ
これ発覚したのが12時ぐらいなんで、まだちょっと手の震えが止まんないです。ちょっとガタガタですけど許してください。3月20日に試験を受ける予定でした。で、自分の予想だったらね、3月の1日とか2日ぐらいに申し込みしたらいけるかなって思ってたんですけど、その試験がですね、試験があの CBT 方式って言って、まあ教室を思い浮かべていただいたらいいんですけど、コンピューター教室かな、多分学校に皆さんあったと思うんですけどね。こうやって席がいくつかあってガーってなってて、でパソコンが置いてあって、 CBT 方式っていうのはパソコンでね、あのパソコンで受ける試験なんですけど、その席が完全に埋まってしまってたんですね。自分千葉県住みなんですけど、あの近くの東京とかね、埼玉とか茨城とか、あと群馬まで調べたな。群馬も栃木とかね、関東圏はもう調べるだけ調べて、日にちもね、あの3月2日から試験がね3月の23日までだったんで、そこの21日間すべて調べたんですけど、全部埋まってて満席でした。満席で、あ、ちょっと待ってね。まあ自分のね、あのいつもの早とちりに近い感じですよね。まあまだね、いけるだろうということで、3月の2日の12時あたりに試験の予約をしようと思ったんですね。12時、あ、ひどい、これはさすがにひどい。12時にすいません、ちょっと泣いた後なんで、ちょっとまだ話すすったりとかしてるんですけど、説明責任は絶対あると思うんで、説明だけは絶対にします。坊さんとかもね、応援してくれたんで、説明はするべきかなと思って今やってます。3月2日の12時に申し込みしようと思って、この件が発覚しました。次の試験が5月1日なんですよね。次の試験が5月の1日で、よいしょ、コメント大丈夫かな。大丈夫そうですね。ああ、やばい。次、5月の1日から6月の27日までテストがあって、ネクストエグザム、やべ、英語になっちゃってるけど、あー、もう笑う余裕もない。あー、そうですね、次の試験がこれなんで、これはちょっと忘れずに絶対に申し込もうと思います。あとあるかな。とりあえず一通り説明はしました。はい、まあ早とちりですね、早とちりでいろいろやらかしてしまいました。
詳細、あとあるかな。まあそうですね、ずっと、コロナでね、実は去年の春からずーっと、あ、違う、去年の秋か。去年の秋に試験があったんですけどね、コロナでなくなった?中止になって、で、その代わりとしてね、今回、のね、3月の23日までの試験があったんですね。で、今度は春、あ、そうだ、まず試験が半年に1回やって、春と秋、2つあるんですけどね、秋の分の12月から3月と、春の分の5月からのやつがあるんで、今度こそは忘れないようにしたいと思います。自分もともとなんかこういうね、不注意な性格で、あんまり、なんでしょうかね。あまりちょっと、いい人間ではないんですけど。まあ、変わらずね、応援してくれる方がいたら、自分は配信を続けようかなと思います。とりあえずね、ポーさんとか、和賀さんもそうですけどね。まあ、応援してくれる人たちがいる限りは、ツイッチでね、勉強配信しようと思いますし、まあ、一番の恩返しが合格かなとは、自分も思ってるんで、ぜひね、5月の1日まで 勉強配信が 続きますが、それまでね、頑張りたいと思います。ずーっとこうやって落ち込んではいるんですけどね、幸運なことにさっきも言った通り、試験が半年に1回でね、今度11月になるのかなとか思ってたら、まさかの5月だったんで、不幸中の幸いということで、頑張っていきたいと思いました。じゃあすいません、本当にちょっとゲームをやる余裕もなくて、実はちょっと配信をやる気力ももうほとんどなくて、さっきもずっと黙っちゃってはいたんですけど、ちょっとね、今日は最後にちょっとメッセージを、最後にメッセージをいい、えーと、メッセージを書きたいと思います。メッセージ書いて今日の配信は終わりにしようかな。自分のことを応援してくれた人はありがとうございました。そしてごめんなさい、自分の不注意で試験予約することができなくなりました。しかし5月1日から試験がまた始まるので、注意していきたいと思いました。ありがとうございました。
語の詳細が欲しいのなら17時から英語での説明もします。配信はどうしよっかな、どういうスタイルでいくかまだ考えてはまだいませんね。こんな私ですが、応援してくれる人いますかね。こんな私ですが、応援してくれたり見てくれたら嬉しいです。いつもはねこんな落ち込んで配信なんてしないんですけどね、ちょっとすいません、今日だけは許してください。また明日からね心機一転やっていきたいと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあまた17時から英語の説明したいと思います。